おはようございます。キャプテン山本です。今日はですね、女友達と、やるためにはということでですね、喋っていこうと思います。ではよろしくお願いします。まずですね、この女友達とやる方法っていうことを知らないとですね、いつまで経ってもいい人で終わるということでですね、あなたの方はね、綺麗事は僕嫌いなんで、ムラムラしながら、本当はやりたいんだけどなと思いながら、友達関係をぐだぐだ続けてしまうということになってしまいます。逆にその方法っていうのを知ればですね、都合のいい関係というわけじゃないですけども、女性の方からね、寄ってきて、で、付き合うことはなく、その友達なんですけど、そういう肉体関係もありというような関係ですね、を続けることができます。はい。でですね、なので、今日の話はちょっと聞いてほしいんですけど、で、これ本当に、これ簡単な方法なんですけど、まずなぜね、女友達とやれないのか、あなたはやれないのかっていうことなんですけど、それは、やはりですね、安心されてるんですよね。要は安心感を与えようとしてるんですよ。おそらくというか、100%なんですけど、100%いい人とかって言われる人っていうのは、女性に安心感を与えようとしている。だけど、実はそのセックスするためには、そういう安心感じゃないですよね。危うさだとか、そういう、なんだろうこの人はとか、危険性というか、そういうものを与えないといけないですよね。そうだから、まず、2ヶ月から3ヶ月ぐらいですね、連絡を断ちます。はい。それはなぜかというと、要はあなたのその性格とかブランディングとかっていうのを一回忘れてもらうんですよね、相手に。そうで、それが無理な場合はですね、2、3ヶ月ちょっとそっけなくしてください。はい。で、連絡とかもしないということですね。なんならちょっと嫌われるぐらいでいいですね。はい。で、これで嫌われたら怖いよっていう人もいるかもしれないですけど、別に、それで失敗しても、なんていうかな、それまでだっていうことで別に諦めればいいんですよ。っていうと、すげえ乱暴なんですけど、そもそもそんな友達なんですよね。だから別に嫌いにならないんで、そんな2、3ヶ月冷たくしたところで。はい。で、それで、それで嫌うような、ものだったらすぐ離れていけばいいと思いますし、別になんなら嫌われるぐらいがいいんで、モテる人って基本嫌われますから、そう、だから別にそれでいいんですよね。で、なんなのこいつって思われるか、もしくは、なんか冷たいな最近って思われて、で、2、3ヶ月したら今度は、ですね、アプローチを開始するということですね。その時のアプローチっていうのは、僕のメールマガとかでやっている具体的なアプローチ方法があるんで、それを使ってほしいんですけども、はい。今日伝えたいのは、要は女友達にいい人止まりでいるなということですね。安心感を与えようとするなということですね。で、それをかい、あ、解除するためというか、その脳内でね、相手の脳内で、あなたのイメージっていうのを変えるために、2、3ヶ月は寝かせておけということです。以上、キャプテン山本でした。ありがとうございます。